こんにちは。今日はですね、久々に、スケートしに来ました。まあ、マニュアルとかね、そういうのは、まあ、ちょろちょろやってたんですけども、今日はちょっとね、久しぶりに夜トンネルフラットやりに来ました。左足まで目指したんですけども、左足使わないトリック、まあ、スイッチのマニュアリティかなんかやろうと思ってきたんですけども、ちょっと今アップしてから今撮ってるんですけど、なんか踏み込んだ時にやっぱりくるぶし部分が緩くてですね、ちょっとできそうにないんで、今回あんまりその左足使わないバックサイドレッグスピンをやっていきたいと思います。バックサイドレッグスピン、ちょっと自分苦手なんで、ちょっと足踏み外したりして危ないかなと思うんですけども、ちょっとまず低速で、まあ、鳴らしというか、まあ、元々できないんでね、しっかり回して板の上に乗るような感じで練習していきたいと思います。で、久々にね、その足から離れる技やるんで、てかもう板回したりするんで、ちょっとなんとも今回言えないです。多分久しぶりなんでちょっと怖いかなって感じがするんですけども、まあ、ちょっとずつね、鳴らしていくような感じでスケートフォームやっていきたいと思います。じゃあちょっとね、どんな感じになるか分かんないですけども、まあ、元々できないんでね、まあ、微妙だと思うんで、練習の方していきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。2日目ですね、バックサイドビッグスピン練習しに来ました。なんでまたいきなり来たかっていうことなんですけども、ちょっとね、前回ちょっとリハビリスケートっていうところでね、やってたんですけども、ちょっと家帰ってから動画見直したら、ちょっと気づいたことがあって、そちらの方を今日ちょっと改善しながらやっていきたいと思います。今やってるのはちょっとね、もう11時過ぎ、12時近いんで、ちょっと1時間くらいやってサクッと帰りたいなと思うんですけども、まあ、前回ね、何気づいたかってことなんですけども、結構自分こうしゃくった時にバックサイドビッグスピンの前足が板についてってて、ついていくことによって、なんかこう、なんていうんですかね、体の正面側にこう板が回っていったって、本当はこう回るはずなのに、こう送っちゃってるって感じなんで、それを今日はですね、改善して乗っていきたいと思います。で、いきなり多分やり方変えてね、乗るの厳しいと思うんで、ちょっと低速でやって、しっかりこう、なんだろう、横ずれしないようなイメージで今日はできたらなと思います。まだね、足まだ痛いんで、ちょっとこう足首とかこうギュッと詰まっちゃうと結構ね、痛いと思うんで、全くそういう風にならないように痛ないようにやっていきます。ちらっとね、さっきお降りしたんですけど、やっぱりまだダメですね。ちょっとしばらくかかりそうです。なんでちょっとね、ビッグスピンの方練習ですね、2日目やっていきたいと思います。やっていきます。結構ね、こう角だったらこういってるんで、なるべくどっちか背中側に飛ぶような意識、背中側にこう行くぐらいで多分センターだと思うんで、しっかりそれ意識して今回やってきます。ちょっとね、乗ってきたいと思います。今蹴り足もちょっといつものこれ、ね、内側に本当に入れてるんですけども、結構叩き損ねちゃうことが多いんで、サブロック呼吸よりなイメージでスタートされてやってきます。最初ね、乗れないと思うんですけども、しっかり弾けるのが意識ダンスで、ちょっと改善してからできないなと思って、そちらもね、一つやって調整して板の上に行きたいと思います。後ろ足の場所変えたら感覚ちょっと変わっちゃいますね。弾きやすくはなったんですけど、結構大振りに行っちゃうんで、なんとかうまくスパーンと大振りというか、体の近くでコンパクトに回せるようにしていきたいと思います。若干自分ですね、こう横回転入りしたくて、ちょっと遅くなっちゃうんで、なるべく早く回せないし、早く送る
イメージでやっていきたいと思います。なんかこうバックサイドフリップとかも結構フリップして回すみたいな感じでちょっとゆったりと安定と多分遅いような感じで回っちゃうんで、しっかり、バックサイドフリップに一括でスパンと回るような意識、早めに回す、板も早めに回すっていうイメージでやっていきたいと思います。
そんな感じでちょっとね、ピックスピンに関してはちょっと苦手なんで、この冬使って一つでも覚えれればなと思います。まあ、去年もね、そう言って一個も覚えれなかったんですけれども、まあ、調子悪い時こそね、こういう苦手な技とかしっかりやって少しでもちょっと技増やしていきたいなと思います。今日はこんな感じですね、終わりにしたいと思います。またそうですね、ちょっとずつピックスピン、どっちもですね、気が向いたら練習して動画アップして、まあ、こういう過程でできるようになっているので、動画にしていけたらなと思います。今日はお疲れ様でした。バイバイ。